ハオトモです。今年の6月発売のスーパーマリオメーカー2の解説をします。この動画は作り直し版です。ゆっくりムービーメーカー4で作っております。一見前作のようです。ここの時点でスタート地点の境目がなくなっています。スタート地点の境目がなくなったことで不自然な点が改善されています。この画面では新しくなった UI がわかります。まずゴールとスタート地点の表示がないこと。新しいボタンも追加されています。パレットは音遊びとパーツが一緒になっています。消しゴムやリセットロケットやロボット残像マリオなどは従来通りです。スイッチはタッチが難しいためパレットもかなり変わっています。アイテムの枠の10コインは新しいアイテムです。また1では一緒だったプーとチョロプーが2では独立しています。坂は地面パーツと一緒になっています。単体設置はできないようです。画面を広く見るビューモードが追加されています。坂滑りでトゲのある敵も倒せるようです。1にいた敵を滑り倒すマリオ。スーパーマリオメーカー2のロゴがお披露目です。竜巻を生み出すキャラクターがいます。このキャラクターが生み出す竜巻はマリオさんのものと異なり上に上昇するだけです。いろいろな応用が効きそうです。初登場の砂漠のシーンスキンです。太陽とリフトがあります。太陽は実配置でも登場する予定でしたが今回ついに登場しました。リフトは2では長さを変えられるようです。こちらも初登場の雪原のシーンスキンです。初登場のパーツスネークブロックはこちらも初登場の矢印パーツで移動方向を指定するようです。またプレイするとスネークブロックの色が変わるようです。ただ氷スネークブロックになったりはしないようです。ニュースサイトで使われている率が高かった。初登場の森のシーンスキンに動く水面を追加したシーンです。ブクブクは前作と同じ動きをしています。水面のスプライトはオリジナルです。この上に OFF スイッチは改造マリオのようにブロックを切り替えます。これはかなり有用なパーツではないでしょうか。また坂は逆向きで設置できるようです。このシーンはカスタムスクロールという機能を設定しているシーンです。カスタムスクロールではスピードや動き方を細かく設定できます。また坂は飛行船スキンでも使えるようです。これはスーパーマリオサンディーワールドのゲームスキンです。パーツなどが完全にサンディーで書かれます。そのためパーツが他のスキンより大きいです。サンディーワールドスキンのパックンフラワーは、他のゲームスキンと異なり噛みつき攻撃をしてきますが踏みつけて倒せます。サンディーワールドの象徴的なベルの木です。中にパーツを隠せます。スーパーベルでパワーアップする猫マリオは壁を登れます。サンディーワールド固有の伸び伸びパックンは、スネークブロックと同じ方法で移動ルートを指定するようです。このブロックはびっくりブロックです。原作では爆発かヒップドロップで早く伸ばせます。また背景にはマリオの旗のゴールボールがあり、サンディーワールドの後日談の可能性があります。マリオメーカー初登場の透明土管です。土管とは別のパーツです。ファイアボールや敵が入れるのが特徴です。背景は土管のエリアの沈没船があります。手前から奥に発射されるマグナムキラーがあります。このマグナムキラーはおそらく他のパーツにできません。ここの背景は多分イルミネーションロードです。レールに沿って動くシーソーリフトがあります。他にも10コインもあります。上にコインの枚数表示があり何らかの機能があるようです。赤い土管とパラシュートとつけたネットが落ちてきます。この赤い土管は敵が出願する感覚が早いようです。赤いヨッシーと初登場の夜空のシーンスキンです。赤いヨッシー甲羅を食べると火の玉を吐けるワールドの仕様のようです。下は落ちるとミスの毒沼です。またファイアクッパクラウンといった前作アップデートのパーツもあるようです。ノコノコパラクリボーパックンでカパタパタブンブンクブマンネンファイアブロス。ご視聴ありがとうございました。